石狩博物誌137、今年も出る海辺のお化け蜃気楼、広報石狩2015、5月号掲載。文、石狩砂丘の風資料館、滋賀県立学芸員。春から初夏、石狩市の海辺にお化けの季節がやってきます。と言っても幽霊や妖怪ではありません。蜃気楼のことです。冷たい空気と暖かい空気が相乗に重なったとき、光の屈折によって遠くの景色が実際より伸びて見えたり逆さまに見えたりすることがあります。これが蜃気楼です。特に実景が上方に伸び上がる現象は上位蜃気楼と呼ばれ、地形や大気の状態などが限られた条件下でしか発生しない珍しい現象とされています。日本では富山県魚津市が有名ですが、石狩湾沿岸でも時々発生します。特に小樽市の中心部からは高島岬や石狩湾信仰が蜃気楼になって見えることが多く、高島の蜃気楼は昔から高島お化けと呼ばれてきました。幕末、海上から高島岬を訪れた松浦武四郎も目撃し、記録に残しています。同じ石狩湾沿岸の石狩市では近年まで観測記録はありませんでした。しかし2010年に観測・撮影に成功して以来、毎年数回石狩浜から上位蜃気楼の発生を確認しています。特に2014年は大規模な蜃気楼がこれまでにないほど多く見られました。蜃気楼といっても規模はいろいろで、小規模なものでは通常の景色を知っている人が双眼鏡で見て初めて確認できるという程度だったりします。ところが2014年は小樽市の市街地にありもしない高層ビルが林立しているように見えたり、高島岬の沖に上下に細長い島が出現したように見えるなど、誰が見ても変な景色に気づくような大規模な蜃気楼が4回も発生したのです。4月から6月のまだ海水が冷たい時期に、強い日差しで温められた陸地からの暖気が静かに海上を覆うという状態が例年より多く生じたことが原因のようです。蜃気楼は冷たい海上の空気と暖かい陸上の空気との出会いが生む海辺ならではの自然現象。発生するかどうかはその日その日のちょっとした風向き次第ですが、毎日の天気予報にヒントは隠されています。風が弱く気温がぐんと上がりそうな昼時、双眼鏡を持って海辺に出てみればお化けに出会える可能性は高まりますよ。